なんだ？なんだか元気がねえな。ほら、気合い入れていくぞ。青エクラジオ、みんなでサタンを倒しましょう。行くぜ、せーの、あっしゃー。はい。というわけで皆さんこんばんは。青エクラジオみんなでサタンを倒しましょう。第8回目です。そしてパーソナリティのアニメ青のエクソシエスト、奥村凛役の岡本信彦でーす。さらにですね、今回のゲストは初登場、三輪子猫丸役の梶裕貴さんです。どうも、おばんどす。子猫丸役の梶裕貴どす。京都キャラ京都キャラやったやったぜ京都キャラ来たぜ岡本くん、テンションそんな感じなんだね。そう、いっぱいいっぱいなんだ。なんかこう、全部スルっていくんだね。全部スルっていくんだね。そう、グワってこうね、そう、厚かましいぐらいにグワってこう、行こうかなって頑張って。ありっぽくて。本当に、ありがとうございます。というわけでですね、今回は梶くんと一緒にですね、この第8回をお送りしたいと思います。ちなみに、梶くんは先輩なんですけども、梶くんと呼んでくれっていう戦いきさつがあったから梶くんと呼んでますので。先輩なの？梶くん先輩だよ。いや、あれ別にそうじゃないじゃん。あ、そうだっけ、同期ぐらいなんで。だから、多分組んでいいんじゃないって言ったんだと思うよ。同期ぐらいなんですよ、皆さん。そうなんですよ。年はちょっと上だけど。そうだね。1個上なんです。岡本くんさ、なんで今岡村くんって言うの？そう。俺よく岡村さんって言われる。でも今、初めて言い間違いそうだったよ。監督が岡村さん。そうだよね。岡村くんさ。岡本くんと2人でラジオやるのって初めてだよね。あ、確かに。だからなんかちょっと不思議な感覚だし。結構楽しみにしてた。この日が来ることを。僕もだよ。梶くんとやれるなんてっていうね。なのに岡村くんって言いそうになっちゃってごめんね、ほんとに。残念だよ、ほんとに。ではでは、最後までお付き合いください。